アドロックバンド。バンヘーレンラと並び、米西海岸における、アメリカン HR、HMK バンドの先駆者として知られる。フランスレスム公演1972年頃から、オークランドで活動を始め、1974年に、バンド名、イエスタデイトゥデ a として、正式に発足。オリジナルメンバーは、デーブ・メニケティ・ジョーヤ・アルビス、フィル・ケネモア、 レオナード・ヘイズの4人。バンド名は、ビートルズのアルバム、イエスタデートゥデーに由来する。1976年にアルバム、イエスタデートゥデーでデビュー。1978年には、セカンドアルバム、ストラック・ダウンをリリース。1981年、レーベル遺跡を機に、バンド名を、y、Y&T に変更。サードアルバム、アース・シェイカーで、 ハードロックファンに広く認知される。以降、フォースアルバム、ブラックタイガー、フィフスアルバム、ミーンストリーク、シックスアルバム、インロックウィトラスト、セブンスアルバム、ダウンフォーザカウントと毎年アルバムを発表。中でも、インロックウィトラストは、全米46位、全英33位を記録し、45万枚を売り上げた。1986年に、 ヘイズが、ルックスが悪いという理不尽な理由で解雇され、ジミー・デ・グラッソに交代。翌1987年には、ゲフィンレコードに移籍。LA メタルの影響が強いアルバム、コンテージャスをリリース。さらに1989年には、ジョー・ヤルビスが脱退し、サイドギタリストが、ステフ・バーンズに交代している。1990年に、アルバム、 リリース後、解散を発表。1990年12月31日のライブを最後に解散するが、1995年に解散時と同じデーブ・メニケッティ、ステフ・バーンズ、フィル・ケネモア、ジミー・デグラッソの4人で再結成。1997年までに2枚のアルバムを発表した。デグラッソは1998年に脱退し、 メガデスに加入。実質上再解散状態になる。2001年にはオリジナルドラマーのレオナード・ヘイズが復帰したラインナップで再々結成。その後、ステフ・バーンズはヒューイ・ルイスザニュースに移籍し、公認にはジョン・ナイマンが加入した。また、ヘイズは2006年に離脱し、公認ドラマーとしてマイク・バンダー・ヒュールが加入している。 晩年のフィル・ケネモア2010年2010年には、デーブ・メニケッティ、フィル・ケネモア、ジョン・ナイマン、マイク・バンダーヒュールというラインナップによる13年振りの、12スアルバム、フェイスメルターを発表。しかし同年、オリジナルメンバーの一人であるケネモアが、肺がんと診断されたため、ブラッド・ラングが、代役のベーシストとして加入。病状が悪化したケネモアは、 翌2011年1月7日に57歳で死去。それに伴いラングが正式メンバーに昇格。2016年、ラングからアーロン・レイに交代。同年9月11日、オリジナルドラマーのレオナード・ヘイズが肺疾患のためカリフォルニア州の自宅で死去。61歳没。2017年3月、オリジナルギタリストのジョイ・アルビスが 海洋性血腸炎の合併症で死去。63歳没。これで残るオリジナルメンバーは、デイブ・メニケッティだけとなった。レスポールを引くメニケッティ。デイブ・メニケッティはデビュー当時からギブソン・レスポールモデルを使用している。彼の愛機は1968年製のサンバースト仕様で、ボディトップには全く木目が出ていない。現在では逆に珍しい個体である。 その他、カスタムショップ製のフェンダーストラトキャスター、同じく、エリック・クラプトンモデル、クレーマー社のバレッタなどを使用している。かつては、ヤマハ s スジもステージで使用していた。ありがとうございます。